こんばんは、速稼塾の久保です。今日携帯利権に参加して5日目なんですけども、だいたい書類が読み終えたところです。もちろん十分理解してませんけど、読み終えたところなんで、これからですね、私は新規で契約したんですけども、新規で契約すると予約番号っていうのを取る必要がないんで、ちょっと早かったんですけどもね、この書類の中に SIM カードが入ってるじゃないですか。これを生涯初めて、これから私47歳の私がですね、はっきり言って携帯電話、私はね、本当無知です。全く分かりません。SIM 解除とか本当難しいなと思ってるところなんですけども、やってみます。まずは用意するものは、この送りつけられてきた SIM カードですよね。実はね、このスマホとかに電話番号やメールアドレスが入ってるような気がしますけど、そうではなくて、こっちの SIM カードに入ってるんですよね。で、SIM カードが本体で、こっちが入れ物って感じです。ですんで、SIM カードのこちらにね、電話番号が入ってますよね。これがこれから使う電話番号になりますから、この、なんかね、使い古しの iPhone6S、もう何年も使ってませんけど、これが今度から電話もできる、ね、通信もできる。まあ、通信は今でも Wi-Fi でできてるんですけども、本当完全なスマートフォンとして生まれ変わるということなんですよね。しかも4860円で、いいなと思います。それでは不慣れながらやってみようかと思います。まずですね、私は iPhone の11 Pro Max を持ってるんですけども、この中に入っている、あれですよ。あららら、これ。もう二度と使うことがないと思っていた、この、なんか、ピンセットみたいなのね。これを使おうと思います。これを使って、どうするかというと、このスマートフォンの横に穴が開いてるらしいんで、でここを押すと、怖いですね。あ、押すとちょっとここが開きましたね。パカッと引っ張ると、これはね、ソフトバンクショップで目の前で係員さんがやってるのをちょっとね、なんとなく覚えてるんですよ。でこういう風になって、大丈夫かなこれ、こういうのあるじゃないですか。でここにね、ここにちょっと置かしてもらいますね。さっきのこれ、 SIM カードを入れなくてはならないんですよ。これ入るのかな、これちょっとやってみますね。あ、なるほど、こういうことですね。この SIM カード、切り込みがあるんですけども、これ全体を取るんではなくて、ここです。さらにちっちゃいところに切り込みが入ってて、こういうふうに取れるんですね。ちょっと私、手が汚いかもしれないな、これ。やばい、手洗っときゃよかった。で、これを、あ、さらにこれがちっちゃく取れる。皆さん気をつけてください。これね、こういうふうになりますよ。私生涯初めてですからね、これやんの。でこれを、向きはどうなのか分かんないですけども、ここにはめるってことですね。皆さんにお見せしにくいかもしれませんけども、あー、あれ、いや、ほんとノーカットであえていきますからね。 SIM カードをここに挿すのかできるかな。どうやればいいんだこれ。あ、はまった、はまりました。なんかね、裏表とかやったらパッチリはまる瞬間がありました。最初はまんないから押し込もうと思ったんですけど、無理しないでくださいね。はまらないなと思ったら、裏にしたらスポッと入るところがあります。形がこう同じように切れてますんでね。ちょっとこっち、こんな感じですよ。入りました、ちゃんと。でこれをね、ほんとたどたどしいでしょ。ほんと47歳で初めてこんなことやるんですからね。こんなんところを開けたことがないですよ。で、これを元通りこれ入れます。入るかな？どんだけ慣れてないんだってことでしょう。ね、あえてノーカットでいきますからね。あれ、さっきはね、きっちり入ったんですけどね。あ、こうだこうだ。あ、まただ。本当にね、見てる方がイライラすると思うんですけども、これね、お見せしながらだから難しいですけども、ちゃんと下に置いたら簡単ですから。でちょっと向きを忘れましたけども、おそらくこれをこういう、あ、こっちか、こういう向きで入れると、はい、入りましたよ。あ、ハローになった、見えますかね。ハローになりましたよ。アクティベーションが必要ですって出ました。ちょっと見えにくいですかね。
どうやったら見えるかな。アクティベーションが必要ですって書いてますんで、了解をします。でハローっていう画面になってますから、ちょっと明るくて見えにくいと思うんですけど、どうやったら見えるかな。まあハローって出てるんですよ、これハローって、ボンジュールとかね。でなんかあってハーって出てますね。ハロー、どうすればいいんですかね。オープンネクスト、こんにちは、ホームを押して開く。はい、こういうふうな、なんですかね、 ID またはパスワードの入力になりますんで、パスワードをこうやって入れます。そうするとソフトウェアアップデート完了っていうふうに出て、iPhone は 13.5.1 にアップデートされましたって、読み方すらただただしいんですけども、これいつもねソフトバンクショップの方がやってくれてたんで、私は本当に自分でやる羽目になると思いませんでしたけど、続けるをします。で、iPhone のアクティベートには数分かかることがありますっていうふうに今書いてます。でチリチリチリ回ってる感じですね。ちょっとこれね、画面パーッと明るくなっちゃってお見せできないのが残念です。あ、アクティベーションロックと出てますね。この iPhone は現在 Apple ID にリンクされています。この iPhone を設定するために使用した Apple ID とパスワードでサインしてくださいってことなんで、 Apple ID はメールアドレスを打ちます。ちょっと時間かかってすいません。私のメールアドレスはセルシーをアットマーク gmail.com です。でパスワードはちょっとここでは言えませんけども打ちます。これでいいかな。パスワードでロックを解除っていうキーを押しますね。で次へを押せばいいのかな。あ、できましたね。でそうするとここの上にドコモっていう風に表示が出ました。でドコモから非通知設定のメッセージが来ましたね。あなたの名前と写真共有、友達と共有って出てますね。へえ、名前と写真を選択、共有する自分の名前を選択してくださいってことなんで、どうすればいいんだ。続ける、カラーを選択、うん、なんかよくわかんないですけども、どんどん続けていきますね。OK、パスワード入れると、本当いろいろこうごちゃごちゃしちゃってすいません。あの今ね個人情報の入力で、あ、非通知設定設定ができましたね。はい、これで全部終わりです。これでドコモのスマホとして使えるようになりました。実は長年ソフトバンクでずっと使ってた iPhone6S で、これはもう使わなくなったんでずっとお蔵入りしてたんですよね。で二度と使うことがないだろうと思ってたんですよ。しまいには中古で売ってもいいかなと思いながらも売ってなかったんですけども、今使えるようになりましたね。ドコモのスマホとして今日からデビューになりました。ドコモを使うの初めてです。簡単でしたね。振り返ってみたら私がただただしいだけで、生涯初めてやりましたからねこの作業ね。であとは普通のスマホですよ。電話もかけられるんじゃないか。これ電話番号どうだったかな。電話番号ここに出てますからね。はいはいはい。ということで何もかもうまくいきました。本日は以上です。何をやったのかな、要するに SIM カードを自力で入れてみたっていうタイトルですかね。初めて、生涯初めて、そして多分もう一生することがないと思います。ドコモのこれ毎月4860円のスマホができました。でもう一個のソフトバンクのスマホは相変わらず今までと同じように契約変わらず、ナンバーポータビリティも使わずにということでございます。これから2台持ちなんですけども、これは特にでも使うことないだろうなと思いますね。ですので大抵の方は2台持ちをして両方の契約が乗っちゃうような形じゃなくて、今お使いのスマホがまあ、1台でいいと思うんですよ、乗り換えで。で今多分料金、ね、7,000〜8,000円とか払ってらっしゃると思うんで、それが4860円になったらいいじゃないですかね。まあ、そういった感じで、スマホの乗り換えすればよろしいんじゃないですか。で SIM カードをね、はい、できた、よかった。はい、こんな感じでございます。それでは使ったものをね改めてしまっていこうかと思いますけども、まずはこういうふうなピンセットみたいなやつね、
これなんか爪楊枝とかじゃダメなんですかね。あと針とか裁縫の針とかピンセットとかね、安全ピンとか、ああいうのじゃダメなんですかね。クリップでもいいと思います。でこれは戻しておきます。でそれから送付案内の中に入っていた SIM カードを今入れましたんで、これもあとはきっちりしまっておいて、大事なものですからね、取っておくということになります。そして3つ目に使ったものは、今までずっと使ってなかった iPhone が今日から普通のスマホ、ドコモ契約としてスタートするということでございますね。おかげさまでできました。おかげさまで本当ありがとうございます。いやーよかった。はい、じゃあ以上です。